巷のおんちゃん。今日も早朝から新木高町に昆布が水揚げされています。上がった昆布は天日干ししてその日のうちに完全に乾燥させます。昆布干しましょう。おっと、おんちゃん初めての昆布干し、コツがいりますよ。まっすぐ平たくですよ。上手。じゃあ次2本。次は2本。忙しいですよ、おんちゃん。休む暇はありませんよ。それにしてもおんちゃん上手だね。動きもなんだか慣れてきましたね。すごいね。いやー、ずいぶん干しましたね。お日様に干されて美味しい昆布になりますように。あ、もう昆布は大好きです。一緒にやっていきたいですね。昆布美味しいですよね。浜の宝ずっと守ってくださいね。